ああ、間違えちゃった、カメラの向き。変じゃないですか、皆さん。いつもとカメラのね、向きが逆なんですよ。なんか変だなって思ったのは、カメラのせいでしたね。まあいっか。あ、いい感じ？ありがとう。そう、左寄り。新鮮でよき。あ、新鮮な感じ？じゃあいいわ。こんばんは、サッチヤッホー。ちょっといつもと違う感じでやらせていただきます。こんばんは、こんばんは。あ、見に行ったよ、吉井もひろみてて。ありがとう。今日は岡山県で、岡山、イオンモール岡山で JR の JR 岡山在来線利用促進イベント初、あ、キャンペーン初 CM お披露目イベントがありました。イエーイ、ありがとうございました。来てくださった方々、来れなかったけど応援してくれてた方々、ありがとうございます。あ、書いちゃおう。あ、テロップテロップ、そうそう。オッケー。あー、ちょっとコメントが逆になっちゃうから難しいね。でした、ありがとうございました。そう、それで、それのイベントだったんですけど、 CM をね、そう、 CM にも出演させていただいてるんです、曽川咲が。ですのでチェックしてくださったら嬉しいです。 YouTube で見れますので、岡山県の YouTube で見れますので、ぜひ見てみてください。そう、岡山でしかテレビでは流れない。あ、充電器が落ちちゃった。テレビでは流れないんですけど、岡山県でしか。でも YouTube で皆さん見れますので、ぜひ見てもほしいですし、あの、たくさんね、広めてくださったら嬉しいです。みんなで電車使ってこうよっていう、そう、思いが込められております。そう、もう今見れる感じです。そうです、YouTube でね、岡山県の YouTube で見れるみたいです。でもすぐは先で出てくるのかな。そう、もう CM 動画上がってます。ぜひチェックして感想を教えてくださったら嬉しいです。ありがとう。視聴数上げてこ、上げてこ、そう、上げてこキャンペーンも実施してますそう、あと岡山県の駅にサッチ曽川咲が写ってる、そのキャンペーンのポスターもね、貼られてるので、そう、ぜひそれを見に行ってくださったら嬉しいです。岡山駅にもあるし、いろんな駅にもあるので、ぜひね、電車を乗り継いで、そう、見に行ってほしいですね。あと撮影地とかにも行ってみてほしいです。あ、もうすごいさ、私がそういるのね。そうそう、サッチがいっぱいなんです。すごく嬉しい、嬉しい企画でございます。ありがとうございました。やったね、そう、やったね、だった、嬉しかったです。ぜひぜひ。いつまで
キャンペーン自体は11月末までなので、そう、それまでにはね見に行ってほしいです。 YouTube の動画もサッチーですよ、もちろん。そう、ぜひそのキャンペーンの CM 見てくださったら嬉しいです。そう、初演技でドキドキでしたね。今日はね、ユナタンともねイベント一緒でしたよ。 CM 何回も見たいって、ぜひぜひ、嬉しい、ありがとう。演技良かった、本当に嬉しいな、よい、ありがとう、みんな。そう、 CM 見てきた岡山県、え、ありがとう。そう、今 YouTube 見た、ありがとう。1分の動画で、ありがとう。あれ、時計どこやったっけ。自分あったあったあった、 CM 見ました。あ、そう、ありがとう。こんばんは、サッチヤッホー。演技自然だったよ、ありがとう、サッチヤッホー。そう、見た、ゆきゆき、ありがとう、ありがとうございます。なんかこういうトークだけのイベントは初めてだったので、ちょっと緊張しましたね。とっても、演技力さすがです。本当ですか。演技ね、大好き。なんかドラマとかも演技とかも好きだから、嬉しかったです。とっても、初めて今日生で見たけど可愛かった。え、ありがとうございます、嬉しいです。曽川さきでございます。え、本当にありがとう。そう、女優のお仕事、そう、もっとしたいなって思いましたね。そう、初の女優業でした。え、ありがとう、みんなたくさん褒めてくれて。そう、そう、1分、そう、あ、今見てきたよ、よく来た、ありがとう、みんなありがとう、見てくれて。そう、今日は大丈夫って言ってね、電車をね乗るんです。あ、岡山市のリアタイしたよって、岡山県民的、ありがとう。どんな感じだったんだろう、59分一斉放送って書いてあったんだけど、どんな感じだったんだろう。テレビで見るとまたね違うよね、見てみたい。サッチーは声が綺麗で熱いの、舞台とかも、本当に舞台もやってみたいですね。そう、サッチーヤッホー、本当にありがとう。このヒロイン、これじゃないわ。59分か45分、そうなんだ、すごい、本当に一斉で、嬉しい。そう、じゃあいろん5台テレビがあったら5台分サチが今岡山で埋め尽くしてたかもしれないってこと。やば、特に岡山チャンネルでの YouTube 名ですね、春の国岡山チャンネルで見れますので、ぜひ皆さん見てくださったら嬉しいです。そう、え、嬉しい、近くにいて高校生の人たちも可愛いって言って、検索してた、やだー、嬉しい。照れちゃう。そうなんですか、嬉しいです、それはとっても。みんなで一日一回試合見て再生回数稼ぎましょう。ありがとう。見つかる。
そう、県のやつですね、岡山県のです。ありがとうございます。サッチ元気、元気です。やっほー、元気もりもりです。元気ですか皆さんも。今日日曜日ですね。元気でよかった、ありがとう。ショートムービー、うん、ショートムービーみたいな感じでしたね。今日寒そうだった。今日は確かに寒かったかも。ちょっとこれだとね、これは肌寒いくらいだったかもしれないですね。確かに確かに気温の変化。あ、この放送で CM、 ありがとう、嬉しい。 CM 撮影、あ、イモス見たで、そうだイモスで出たんです事後報告になっちゃった、ごめんねみんな。そう、イモステレビに出演させていただきました。そう、見たよって、ありがとう、自分も見たよ。そう、めっちゃ楽しかったあれ。また出たいですね、3期でまた何かしたいな。出るって言ってました、あれ言ったか、言った楽しかったですね。これまたね、ゆうなんとねペアだったんですよ。え、今日 X のトレンドになっていたソガさんか、本当ですか。なんか今日さ、私なんか喋り方変、いつもと違う、もしかして本当ですかって、なんかまあまあまあ、そう、初めまして、初めまして、いつもより大人です。あんまり気にならなかった、本当に。じゃあいいや、うん、幕大公演の止まっちゃった、充電が。幕大公演の初日は山口県で開催なんですね、ライジングホール、思い出の土地、ライジングホール。一気に服が冬っぽくなった。確かに今日からも寒いですからね。ありがとう、平日だから。そうなんですよ、最近佐川さんのこと気になってるんですか。身長何センチですか。身長は157です。ニョキニョキ、ありがとうございます。幕張行きます、よろしくね、だって。やった、もうすぐじゃん、もうすぐ会えるね、みんな。明日、明後日にはオンラインお話し会、間違えた、オンラインチェキサイン会もございますね。楽しい、あ、YouTube で見ました、もう嬉しい、なんかこれをきっかけにね、たくさんの方に、ありがとうございます。うん、ありがとう、楽しみにしてるって。こちらともね、とても楽しみにしておりますので、ありがとうございます。こ
ちらこそよろしくお願いします。本当に火曜日ですね、あと明日明後日という。そうです、テンポが良くて心地いいです、ありがとうございます。CM 見て申し込み、お話し会申し込みしてた。あら嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。ムービー見ました。僕も何でもして、え、やっぱ何でも七味かけると美味しいの。サッチの時ミーフィーと一緒だって、わーい、ミーフィー大好き。サッチヤッホー、そう、ポスターの人です。ありがとうございます、本当にありがとうございます。ワイワネグセさんのおみです。あらJK 似合ってます。まあ JK なのでね、ギリでも、うんうん、そう、牛丼七味大量にかける、あ、それはね、わかるかも。私もあのなんだっけ、あれ生姜、紅生姜と七味はね、めっちゃかけちゃいますね。たくさんたくさんありがとう、あ、ありがとう。そう、 YouTube でもありますので、ぜひぜひチェックしてくださいませ。いつもよりも今日は特に CM のキャラに今日は近いイメージ。え、本当に？YouTube あるん？ YouTube そうなんです。晴れの国岡山チャンネル、岡山県の YouTube チャンネルで見れますので、ぜひチェックしてくださったら嬉しいです。CM 東京でも、CM テレビでは岡山でしか見れないんですけど、あの YouTube で見れますので。ぜひ見てくださったら嬉しいです。そしてたくさん拡散してくださったら嬉しいです。そしてたくさん電車に乗ってくださったら嬉しいです。そう、みみ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 み、はい、良いお返事です、ありがとうございます。そう、スタンプラリーのキャンペーンあって、そのいろんな駅に行ってスタンプを貯めると Amazon ギフト券、青春18切符などがもらえるキャンペーンもねやってますので、そう、みんなで電車に乗ってスタンプ集めてしちゃおう、タッチもしたいな。ていうかね、普通に岡山行ってみたいんですよね、プライベートで行ったことないんですよ。だからね、そう、ユナと美観地区行ってこようかなって思ってますよ。そう、ぜひぜひね。ボンボン、こんばんは。あ、そう、姫な今あのヒータンのことを姫なって呼ぶのにハマってるんですね。あ、こんな強く言ってないですよ、普通に姫なって。でもなんか配信で言うのは恥ずかしい。そう姫な、姫なって呼んだり、姫なちゃんって呼んだりね、ひーたんって呼んだりしてる。そう、まあ話したかったことは、そう、ひーちゃん、ひーちゃんじゃない、ひーたんちに
そう、行きたいので、ヒータンとも行きたいと思います。姫な、そう、姫なって呼ぶのにハマってるの。そう、ぜひ皆さんでも行ってみてください。そう、呼び捨てなの。呼び捨て、姫な。そう、ヒータン家に家庭訪問しようかなって。確か許可得た気がする。あれ、気のせいかな、勝手に思ってるだけかもしれないけど。そう、そうなんですよ。呼び捨て、呼び捨てしちゃってますよ。あ、今日はデミカツ丼食べました。急に岡山名物のデミカツ丼を食べました。いいな、そうだよね。そうなんですよ、ゆうなおすすめデミカツ丼を食べました。そう、ゆうながおすすめした、そう、岡山名物初めて食べました。そう、こんばんは。めっちゃ美味しかったですね。てかもうマジでカツ丼が好きだから、 それになんかいつもと違うデミグラスソースがかかってて美味しかったです。そう、全然岡山には関係ないんですけど、私ゆうなんと何か外で食べるって時はいつもカツ丼なんですよね。え、そうだよね、なんかさっきずっとカツ丼って言ってないって。本当にそうなの。何食べたかな。でも普通に、あ、思い出した、一回なんかチェーン店みたいなところで一回食べて、一緒にチーズカツ丼で、その次に定食屋さんでカツ丼一緒に食べて、で今日デミカツ丼一緒に食べたの。そう、大体ね、カツ丼一緒に食べてるの。別にカツ丼食べに行こうって言ってるわけじゃなくて、なんか食べに行ったらたまたまカツ丼二人とも選んだっていう。そう、カツ丼、そうなんですよ。そう、いや、カツ丼はね本当に美味しいなって思いますよ。カツ丼、カツ丼美味しいよね。めっちゃカツ丼好きじゃん。いや、カツ丼は本当に美味しい、だから大好きなんです、カツ丼が。長崎チャーメンのカツ丼が美味しいの？それはすごい、素晴らしい有益な情報を得ました。食べに行っちゃいましょう。カツ丼キャラ、カツ丼地丼の方がいい。あ、私もカツ丼地かも。じゃあ卵が入ってたから。でもロースカツも好きなんですね。うん、違う違う、揚げただけのやつ、タレつけないやつも好きですね。こんにちは、こんばんは。カツ丼マン、カツ丼マン、天丼マンか、あれは。サッチー、こんばんは。こんばんは。そう、岡山駅もいいですよ。私駅結構好きなんですよね。結構ずっといちゃう駅。そう、うん、グリーンピース入ってました、美味しかったです。デミグラスってさ、普通はだいたいハンバーグにかけるんだよね。だよね、そうだったっけ。そう、こんばんは。イオンの未来ホールは広くて、そうなんですか。あ、オムライスか。あー、かけるね、オムライスにも。
あ、オムライス食べてたわ。ケチャップのイメージだったけど、そうじゃん、オムライスってデミグラスだったわ。電池が落ちちゃった。電気か、スタンド電気が。こんばんは、初見さんありがとうございます。オムライスはケチャップ、サッチーもでもケチャップ派か。わからん、オムライスあんま食べんないね最近そう、こんばんは、うん、大丈夫です。めっちゃ無傷なんですけど、あのスタンド電気くんは痛そうですね。そう、サッチーこんばんは。オムライスの中は白ご飯でも、許しますよ。しかし白似合うな。本当に？いつも白着てる。これはね、ポコポコしてて可愛いんですね。でも少しね、肌がチクチクします。もう慣れたけど、今季初めて来て、なんかポコポコが肌に当たる。そう、チクチク、チクチクというか、なんかタートルネックもチクチクするから苦手。なんかチクチクするタートルネックに会ったことなくて、でもあんまり着ないですね、チクチクじゃなくてタートルネック系は。なんか今日ね、座り位置が定まんないの、だからめっちゃ動いてるのかも。やっぱふわふわのいいのか。椅子変更、あーやっぱこっちですわ。だからサッチは指はるか、その問題ね、サッチはもう早く解決したいんですよね。なんかもう何回やってももういろんなのが出るんだよ。でも家部空きだけはね出ない家部空きだけは出ないんですけど、もう何回やってもね、いろんなのが出て困ってるんです。そう、絶対ないって思ってたブルベ冬はないって思ってたんですけど、ある日紺のお洋服を着て似合ってるって自分で恥ずかしいな、似合ってるって思って、え、ブルベ秋じゃなかった、間違えた、ブルベ秋とはブルベ冬じゃないって思ったんだけど、でもここの血管の色がなんか青だとなんかブルベみたいな、分からん。でも何でも似合うってことってなんかでもあるみたいですね。何でもやるグリベっていうのが、そうグリベかしら。めっちゃいい CM じゃん、ナイターだって。感動、ありがとう。感動 CM となっております。そう、グリベっていうなんかイエベ系の色もブルベ系の 色も似合っちゃうよっていう色みたいですよ。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。何でも七人パパ、そう、何でも七人パパでしたそう、何でも七人パパ、ママが泣いちゃうよ。
CM 見てきた一人の思いがつながるね。そうですね、ありがとう CM 見てきてくれて。でも本当になんか確かにね、そうだよね、確かに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 。でもそれに気づけた新川さん素晴らしいっていうことですよ。黄色と青で緑だっけ、黄色と青で緑ですサッチーの椅子になってあげたい。サッチーの椅子はね定まらないですよ。演技するのは緊張、もうねずっと緊張してましたね、緊張しました。現場からは以上です。こんばんは、こんばんは、サッチーやっほー。ララ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 ラ、めっちゃ自然体でいい感じ。本当に？ありがとう。そう。CM 良かったよってありがとうございます。嬉しいです。お言葉。ぜひぜひ見てほしいですね。みんなで電車乗ろう。おー近い近い、カメラの位置忘れちゃうんですよね。あと多分今日はカメラの位置が違うからなんかなんて言うんだろう、そう違和感がすごい。そういつかドラマに出る、本当に確かにそうそわそわしてる気がする自分が。なんかえ見ててどうですか、なんか自分が自分を見てなんかそわそわしてる気がする、いつもと違いすぎて、なんかいつもと違う、なんかこうなんか映り方の違和感。はじめまして、よく動くなど、そうだよね、なんか自分でも思いますね。静止しよう。こんばんは、初見さんありがとうございます。スタンド倒すくらいだし、確かに確かに、どんだけ動いてるんだっていう。こんばんは、画角的にはいい感じならいいんだけど、サッチーはそわそわが止まんないよ。チャチャチャルチャ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 ルチャルルルチャチャチャルルルララ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 ラ
これを聞くと6周年を思い出しますね。チャ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 。YouTube 見てきた。ずっと見ついてるずっと頑張るなんて。あ、わーい、ありがとう。ぜひぜひ。いろんな駅にいるサッチーを見に行くのもあり。いろんな駅に行くのもあり。あと思ったのが、そのあまり路線んないとこ、なんか自然が多いとこがサッチーのこの撮影したとこも周りがお山がいっぱいで緑がたくさんあって、すごい電車のここも映画に出てくるみたいな木だったり、なんか昔を感じるこの和風古風な感じで、なんか自然がいっぱいで、そうそう空気もね良くてね、なんかいいなって思ったから、そう、それを見に行くのもありっていう感じですかね。もう CM してそうです。 YouTube で公開されているのでぜひチェックしてくださったら嬉しいです。そう、歴史を感じる、それだ。うんうん、そうそうそうなんですよ。虫とかがたくさんいるのは嫌だけど、そういうとこでねゆっくりするのもね実は好きなんですね。うん、いいなって思いました。そうそうそう、お山がいっぱいだったから、サッチーのそのポスターの撮ったところ、秋すごそうだなと思いましたね。紅葉がもみじとかでなるのかなって思って、もしもなるんだったら本当に行きたいなって思いましたね。あとユーダンのね、岡山出身のユーダンは美観地区がおすすめだそうなので、今日のイベントでも言ってたみたいに。 CM2 回見た、ありがとう、たくさん見てね、ありがとう。あっという間に55分だった。危ない危ない、切れるとこだった。切れるっていうのは怒るの方じゃないですよ。配信がサッチが時間を気にせずやっちゃったら、こう喋ってる時にダダって終わっちゃうとこだったからっていう意味の切れるです。残りがガールって政治、そうですね確かにいきなり切れないでしょうか。それをさんは怒ったサッチ、怒ったサッチこののどかな配信、確かにサッチはね怒りませんね、あんまり。わからん、怒ったサッチどうなるか次の配信でお伝えしたいと思います。あ、この後 CM 見るってありがとう。はい、今回は今日は岡山県イオンモール岡山でのイベントに来てくださった方、来れないけど応援してくださった方ありがとうございました。でね、 CM を見てくださった方や今から見るよって方もありがとうございますありがとうございました。ということで誕生日もさせていただきます。13位七星しずさん、12位トンさん、11位鳥取太郎さん、10位豊中のヒーローさん、豊中のひろさん、9位けんさん、8位20世紀ともちゃんさん、
7位かたむつりさん、6位シャイニングフィンガーさん、5位ゆきおさん、4位炭酸せんべいさん、3位りょうちさん、サイン、2位くまねパパさん、2位1位やすべさん、1位ありがとうございます。ありがとうございました。あ、髪の毛が、ありがとうございました。ありがとうございました。パチ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 。ということで皆さん、本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。そして本日イベントありがとうございました。皆さんでね、こうサッチのことを見て電車を使いたいなって思ってください。あ、サッチのことを見てじゃない、サッチの CM とかポスターを見て見て、あの電車乗りたいなって思ってくださる方が一人でも増えたらいいなって思います。そして CM、 サッチが、ソガサキが出演してる CM が晴れの国岡山チャンネルとか岡山県のチャンネル YouTube で見れますので、ぜひチェックしてくださったら嬉しいです。あと感想もたくさん教えてください。じゃあまたね、そっちも何回も見ようと思います。じゃあまたね、ありがとう、おやすみ、バイバイ。